皆さんこんにちは、奥信也です。今日はですね、ライジン39の話をしていこうかなと思います。まず八千さん、勝つですよ。これは勝つだ。ウスタボ戦より評価下がっちゃいますよ。こんな勝ちに行かないと、一本取りに行かないとダメでしょ。はい、ヨガタじゃねえんだよなあ、ヨガタじゃねえんだよ。でも家に帰ったら素敵な星が待ってるんですよね。どうだお前ら、羨ましいだろう。でクレベルね、はい、いやクレベルはね、寝技以外に穴があるなって思ってたんですけど、打撃もすごい良くなってて、柔術家からプロの面々ファイターになったよね。盆栽柔術がさ、ちゃんとプロの MMA チームになってきたってことだよね。はい。あ、シュレックさんは別ですよ。あとね、僕牛久さんと一緒に練習してたんすよ、実は。はい。で、あの展開もやったことあったんだけどね、ああもったいなかったね。でも諦めるような内容じゃないからさ、まだ頑張ってほしいよね。はい。え、横田と一緒にいたかって。うるせえな、聞けよ。以上、俺たちはファミリーター。